がっちり、おはようございます。 Uber Eats の配達員のおっちゃんです。今日はですね、 Uber キャッシングから Uber マイニングについてお話ししたいと思います。Uber Eats ですね、配達報酬安い、配達依頼ならへん、もう無理や、そんな時ですね、一縷の希望をですね、おっちゃんはこの錬金術に希望を見出しました。まずですね、分かりやすく絵で説明したいと思います。ウーバーキャッシングですね、これまずフードデリバリーをします。するとお客様からお料理の配達と引き換えにですね、現金をお預かりします。ウーバーイーツではお預かりした現金を配達員のクレジットカードを切ってウーバーイーツに決済する形で入金します。そうすると配達員のクレジットカードのポイントが貯まります。おっちゃんの場合は PayPay カードなので、 PayPay カードの PayPay ポイントがマックス 2% 貯まります。このポイントを回収することを Uber マイニングと名付けたいと思います。でその後ですね、クレジットカードの、決済に合わせて現金を、銀行なり ATM なりね、なんていうか、デビットカードの人はデビットカードの口座にお金を入れてから決済をすればいいし、そうでない人はクレジットカードの引き落とし日までに、現金を入れてください、ということです。ということでですね、これの威力検証してみましょう。その前にですね、お茶大好きな野菜きゅうりをかじりたいと思います。塩振ります。塩振りました。こすります。はい、いただきます。きゅうりですね、もうちょっとしっかり塩で揉んだ方がいいですね。もうこういうお酒のあて的なやつやとビールがいっぱい欲しくなりますね。もしくはちょっと漬物にしてつけても美味しいかもしれませんね。お野菜がこう緑のエネルギーを吸入してくれてる感じしますわ。幸せ、なんか目の疲れが取れるような感じがします。全然わかんないですけど、ここのところなんかちょっと 2,3 時寝酒を飲み始めたら、なんかまだアレルギー性結膜炎出てきて、今朝は目の痛みで目が覚めましたね。ちょっとまたしばらくアルコール抜かなあきませんね。アルコール僕飲むとなんかアレルギー出てね、結膜炎、なぜかこう右目の結膜炎になって目がめっちゃ痛いっていうことになるんで、ちょっともうしばらくお酒は控えますが、今朝ですね、稼働は、Uber Eats 5件、3515円です。で、昨日の Uber Eats の売り上げを見てみようかな。昨日はね、もう休息日にしたんで、Uber Eats 3件の2592円です。この中には今朝3時50分ぐらいに取った1000円ぐらいの配達依頼も入ってます。今日朝一番に取った朝稼働の4桁のやつは昨日の売り上げで、4時前にピックした配達依頼を受けたんで、昨日の売り上げに集計されてますね。だから今朝の売り上げが3515円って言いましたけど、まあ実際その昨日の1000円が今日のところに入れたら、まあ4000
600円ぐらいのもんですね。うん、あの何言ってんのって感じですけど、うん、それで、今朝ね、あの今朝の売り上げがね、あの、まあ、まあ昨日の分も合わせてこれね、あの4600円だとします。でそこに今日ね、あのなんか知らんけど、あのまあ一番2000円ぐらいの現金の預かりがあって、でこのうちのね、あの一部ですね、まああの1万円をクレジットカードでもうその場で Uber Eats に振り込みましたと。そうするとこの1万円のクレジットカード利用に対して2% であったとしたら、200円のポイントがつきます。ということで、この4600円の売上が実際的には4800円の価値に変わるっていう、素晴らしい。で、これが Uber マイニングです。ということでですね、おっちゃんはあのこれまで単価を上げるために、ダブルで取ったらもうトリプルいかんと、まあ、なんとか調整金がついたらいいなとか、あのシングルで行って時間をしてたらダブル取らんと調整金取るとかね、あのちょっとそういうこすいことをしたりしてたんですけど、まあ、そう詐欺とかじゃないですけどね、うん、あのダブルとかトリプルにしたら、あの調整金がつく時間がなくなってしまうんで、まあ、あの1件ずつ配ったりもう3件目取らへんかったりしたんですけど、そうじゃなくて、あの取るべきは現金払いの配達依頼やなっていうことに、思い至るようになりました。はい、もう一度復習してみましょう。Uber キャッシングですね、Uber Eats への現金送金をですね、配達員の持ってる個人のね、クレジットカードのショッピング枠でね、やるんで、まずフードデリバリーの配達をします、現金預かりを します、で、預かった現金をクレジットカードで決済します、そうすると、クレジットカードの利用ポイントが貯まります、そのポイントを回収するのが、ウーバーマイニングです。はい。しかも、このウーバーキャッシングですね、こう即日現金が手元に入るんですけど、なんと、クレジットカードのその普通の利用したら、翌月の引き落とし日にちゃんと返したら、ちゃんと現金をね、引き落としに間に合うように用意しておけば、利息がかかりません。素晴らしい。うん。これが、利息ゼロのウーバーキャッシングです。以上でございます。いやもう、閑散期はやっぱり閑散期で、今朝も配達、朝ね、やっぱりこう、朝狙い目のとこって、大阪やったらね、売り上げの推移を見たら、朝4時ぐらいになったらね、梅田とか南より、寝屋川とか森口とか、こっちやったら高石、泉大津とか、中本エリアの方に、売上のね、予測の立つエリアが移ってくるんですよね。うん。まあ、その予測の根拠がよくわからへんねんけど、配達員の数で、売り上げ終わってるかもしれんけどね。うん。ちょっと待ってね。お客さん来た。はい。来客対応してきました。今日もね、うち、賃貸の、住宅に住んでるんですけど、
どっかでガス管の工事をするらしくて、ガスが止まるんですね。うん。だから、ガスが止まりますから、ガスを再び開けたときに、うちのガスコンロとか湯沸かし器がちゃんと動くか、確認の立ち会いを求められとって、だからまあ夕方、お家にいないといけないんで、ちょっと今日、あれですね、またあんまりこう稼働に思うように出れないっていう、まあ、そういうのはありますね。だから今日もだから 10時ぐらいから始めるって言って、10時ぐらいに挨拶来ますって言われたから、まあそのためにも僕はお家に今おったわけで、うん。そう、まあ洗濯機回したんでね、乾燥機かけに行くかしようかなと思ってるんですけど、はい、まあさっき何の話してたかって言うたら、あれです、エリア選びですね、時間帯のね。そう、朝方になったら、梅田とか、梅田って言ったら大阪の北のことね、大阪駅とか新大阪駅とか、大阪駅あるとこかな、北新地とか、曽根崎とか、うん。そうそう、まあ、大阪で一番忙しいとこですよ、北とか南って言ってね、南は難波とか心斎橋のエリアなんですけど、うん、そっちの方からこの梅田があって南があったら、そっからそのエリアがちょっとこうなんかベッドタウンの方に寄ってくんかな、うん、まあ、そういうので朝早く中本エリアにね、行って朝稼働してきました。うん、まあ、でも爆鳴りとかそんな感じじゃなくてポツポツ鳴る感じでしたかね。ダブルとかトリプルでやらなさばかれへんみたいなガンガン鳴る感じじゃなかったから、うん、まあその早朝の時間なりに他のとこと比べて鳴ってますよっていうことやったんかもしれへんけどね、うん、売り上げの推移は確かに高かったっすけど、でもオレンジとかのシミが出てるのはやっぱり南とか北のエリアなんですよね。うん、それがちょっとその売上予測の見方のちょっと謎というか、どういう根拠で出してるんかって計算式が分からへんから、うん、キュウリ美味しいです。うん、キュウリって取れたてやとトゲトゲがあって痛くてね、なんか持てないぐらい痛い時があるんですけどね、こうやって塩でねゴリゴリしてそのトゲをなんとかしてからねこう食べるのもいいと思うんですけど、うん、まあキュウリっすねあービール飲みたいっすね。でもお酒飲んだらアレルギー出るからしばらくお酒はブッブーです。はい、まあそういうわけでまあまあ結構長いこの時間まで聞いてくださった方にちょっとおっちゃんが思ってることを言おうと思うんですけど、そのウーバーマイニングをするために必要なものはクレジットカードなんですけど、でクレジットカードを作るときにA8.net っていうアフィリエイトの商材をくれるサイトがありまして、でそこで最初にするのがセルフアフィリエイトって言って、自分でアフィリエイトの商品に応募してサービスに応募して、で自分でその報酬を得るっていうのがあるんですけど、でそれがクレジットカードの発行を新規で発行して1回利用するとかそういうことでもらえる分があるん でそれもなんか20も30もたくさんカードの銘柄があるんですよね。うん、だからそのウーバーマイニングをするために割引じゃなくてポイントの還元率のね高いカードをキャンペーン、そういうキャンペーンを選んでカードを作って使って、でももうええわって思って収穫するものを収穫したらカードはもう解約したらいいと思うんですけど、うん、まあそんなんとかもあるかなと思って、うん、もっちゃんなんかその A8 のアフィリエイトもちょっとブログ書いたりとかして
やってみようかなと思って一瞬やりましたけど、全然お金にならなかったですね。うん。多分ほとんどの人がやったけどあかんかったっていうオチになるんちゃうかな。あの、そういうプロバイダー契約してオリジナルドメイン取ってサイトを設計して自分でホームページ組んだりとかしてた人もおるやろうけど、結局それってもうそういうプロバイダーみたいなネットの会社にお金払って、しかもサブスクで毎月お金払う養分になってしまいみたいな、そんな人が多かったんちゃうかなと思うんですけど、うん、まあ、せやからなんやろ、おっちゃんも今ウーバーイーツでちょこちょこ稼いではいるけど、でもな、初期投資のところのバイク買うたりとか保険とかね、そういう税金とか払うっていうところをペイして、ま、ペイして、うん、まあ、これからっていう感じやから、うん、だからまあ初期投資の分をしっかり回収するまではやっぱり養分やからね、うん、そう、だからこう切り崩した貯金を必ず回収できるように頑張っていきたいと思います。うん、はい、今朝のお話はこれぐらいかな。あと、自分の上げた動画を今ちょっとナンバリングをしてて、編集で動画のタイトルをその Uber 稼げない繁忙期001002とかっていうのと、 Uber 地獄の閑散期001002っていうのと、で Uber 本当にあった地獄の閑散期っていうのでちょっとシリーズ化してナンバリングしてて、で結構再生数回ってる動画はもうタイトル触らんとそのまま置いてあるんですけど、うん、なので昔の自分の今でも拙ないですけど、もっと拙なかった動画をちょっと見てね、いやこんなしょぼかったんやと思って、今でもしょぼいけどいやもうでもね、とりあえずやってみることも大事やなと思ってね、まあ、これからもいろんなことやっていきたいなと思っています。いただいたコメントは一つ一つ読ませていただいて、返せるときは返してるし、返信がね遅くなってたら申し訳ありません。まあブログなんでね、 Vlog なんでね、うん、ただ映像作品として中の人のことは、まあ、そっと見守ってほしいなとか、冷ややかな目線で見ててほしいなとは思いますけども、うん、また長くなるとあれなんで、今日はこれぐらいで、もう洗濯機も終わったんで洗濯物を乾かしに行ってきます。健康のためにね、適度にね、生の野菜も食べたらいいと思います。ヘタまで食べました。うん。それじゃあ、失礼します。ご視聴ありがとうございます。